皆さんこんにちは、日々のパン吉永舞子です。今回は米粉を使ったミニ食パンご紹介していきます。日常使いにぴったりのパンです。ぜひチャレンジしてみてください。パンが焼けたよ。日々のパン。はい、こちら材料と工程になります。スクショタイムです。ぜひスクショを撮って何度でも作ってみてください。ではまず湯種を作っていきます。米粉 15g に熱湯 20g を加えます。必ず熱々のお湯でお願いします。やけどだけは注意してくださいね。そしてよく混ぜていきます。トロトロになってきます。そこまでなれば OK です。大きいボウルに粉類を計量していきます。米粉 200g、 砂糖 15g、 塩 3g、 サイリウム 5g です。米粉は熊本製粉の瑞穂力を使っています。湯種のボウルに上から水を計量していきます。 185g です。ボウルの中でしっかりと湯種を溶いて使っていきます。インスタントドライイーストも入れましょう。水の中でしっかりと全てが混ざるように、溶けるのを待つ間に大きなボウルの中身を均一に混ぜておきます。ある程度仕込み水の中の、イーストと、湯種が溶けたら油を入れてぐるぐるっと混ぜていきます。最終的に全ての材料が均一になれば OK なので、ここで綺麗になっていなくても大丈夫です。米粉パンのいいところはもうほんと簡単なところですね。初心者の方でも同じように焼き上がっていきます。なのでぜひぜひチャレンジしてみてください。ここで使用する油ですが、私は米油を使うことが多いです。無味無臭の透明の油がいいかなと思いますので、米油の他に、グレープシードオイルとか、あとはあまりあれですけどサラダ油とか、お家にある油でいいかなと思います。あと太白ごま油もいいですね。オリーブオイルは香りがあるので、好き嫌いあるかなと思いますが、お好みであればオリーブオイルでも大丈夫です。はい、ぐるぐる混ぜているとこんな感じで塊になってきます。面白いですよね。広げてパターン、広げてパターンと、均一になれ均一になれという気持ちで混ぜていってください。手で触ってみて手にくっつかなくなれば完成です。この生地を成形していきます。今回はパウンドケーキ型に入れていきます。パウンドケーキ型の内側にも油を塗ってください。そして手に油をつけて生地を2等分していきます。ちょっと表面にね、油をまとわせるようにしてあげると、その後の成形がしやすいと思います。はい、デジタルスケールに乗せて単純に2等分していきます。表面を叩いてハンバーグみたいな感じですかね。丸めていきます。グルテンがつながっているわけではないので、表面を引っ張りながら丸めるみたいなことは、米粉パンではあまりしません。引っ張れば引っ張るほど生地が破れます。なので優しく優しくくるくると、表面がビリビリ破れているところはペンペンと叩いてあげるとつながってきてくれますので、
なるべく表面がつるんとなるのは小麦のパンと変わらないですが、つるんとさせ方が違いますね。で、2本棒状にしていきます。米粉は何度やっても大丈夫なので、もし長くなりすぎちゃったりしたらまたやり直してください。まあ、乾燥だけちょっと気になるとね、まあ、手早く作業するというところは小麦のパンと変わらないかなと思います。楽しいですよ。思ったように伸びてくれるので、グルテンがつながっているとね、こんな風には伸びてくれないんで、米粉パン楽しいです。端からくるくるくるっと巻いて棒状にしていきます。この時作業台に生地がくっつくようだったら、カードで少しずつ剥がしながら丸めてあげてくださいね。はい、2本の長さと太さ揃えます。こんな感じで肩にすっぽりはまりました。底が浮かないようにだけ気をつけてくださいね。しっかりと地面に、肩の底のところに、生地がお尻をついているというのが大切になります。乾燥しないようにシャワーキャップをして仕上げ発酵を入れていきましょう。40度で50分ほど肩から頭が出れば大丈夫です。ワクワクしますよね、大きいパンを焼くときね。はい、この表面に油を薄く塗っていきます。どうしても乾燥してしまいがちなので、油を塗ってあげます。結構ね、塗ってるとこと塗ってないところの差が激しく出ますので、塗れるところすべてハケで触って塗ってあげてください。そして調整します。焼き上がりました。こんな感じです。可愛く焼けましたね。もっちりふわふわに焼けました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆様のご家庭の合言葉がパンが焼けたようになりますように。ではまたね。ありがとうございました。